鴨明アケイカ神社一の鳥居社家の町並み大田神社ミドロが池京都府道103号上鴨山畑線は京都府京都市北区上鴨から同志左京区の一般国道367号交点に至る一般府道である。上鴨の鴨明アケイカ神社前から松ヶ崎を経由して山畑に至る。Y 字に分岐する鴨川上流部の京都市街地北部を東西に結んでいる。 本路線は、上鴨から不動京都大原今図線を連絡する路線として、道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般不動として1959年に初めて認定した282路線のうちの一つである。大きく3つの通称に分かれ、上鴨本通りは東へ、倉間街道は南へ、北山通は東へ、それぞれ向かう。 上鴨本通りの倉間街道との交点付近に終点方向からの一方通行がある。倉間街道と北山通の交点から終点にかけて単独区間を挟んで北山通と2度にわたって重複している。秋文社は北山通のみ、IPC は北山通と指定部分のいずれとしている。前輪は指定通りに表現している。起点には世界遺産に登録されている。 鴨川ワケイカの神社が立地し、歴史的な鮭の町並みが続く。また、国の天然記念物に指定されている大田の沢の柿椿群落やミドロガイケ水生植物群があり、歴史と文化のほか、精霊指定都市である京都市の地下鉄沿線にありながら、自然が残されている。ありがとうございます。